本書は人間関係の疲れから解放されたい人のための本である。人間関係に自信のある人はいない。だが人間関係を悩んでいない人はいる。人間関係の悩みから解放された人たちは自分の心次第と口を揃えて言う。では具体的にどういう方向に心を誘導すればいいのか。人間関係に悩む人は優しい、優しいがゆえに嫌なところがあるなら直しますなどと受け身になって他人の気持ちばかり気にかけて人生を無駄にしていく。このポジティブ反省術を使って他人との距離感をつかんでほしい。また人間関係の悩みを手放すためのアイディアとして姉妹本の諦めのメソッドぼっち上等をおすすめする。本書の使い方。スイッチリストは10項目。本書はどこから読んでも良いし、リストだけ読んで心に留めておくのもいい。スイッチリストの言葉が暗い方へ傾きがちな気持ちを吹っ切るためのスイッチになる。スイッチリストは1分ほどで読めるようになっている。重要なのは気持ちの切り替えだ。嫌な奴に会う前や言いたいことが言えなかった時、嫌味を言われたり腹が立ってモヤモヤして眠れない時にリストを読んでほしい。例えば嫌なあいつに嫌味を言われたらこいつに嫌われても不都合はないという具合に本書のスイッチリストを読み返してほしいのだ。そうすることで嫌なやつ、嫌な言葉に焦点を合わせるのではなく自分の強い部分を思い起こせるはずだ。日常的に嫌な思いをすることが多いなら本書の題名にあるように毎朝目を通してほしい。たった1分で気持ちをスイッチできる自分になれるなら安いものだ。通勤中でも通学中でもトイレの中でもどこでもいい。毎日目を通して潜在意識から自分を変えてほしい。また人間関係に苦手意識があると同じようなタイプと共鳴することも多く、それがさらに傷を深める結果にもなる。そこでスイッチリストの最後に同族たちとの距離の取り方も挙げた。それではスイッチリストを挙げていく。ポジティブ反省術スイッチリスト。1. 友達に飢えていると足元を見られる。 2. こいつに嫌われても不都合はない。 3. 掃除を済ませたか。掃除は究極の居場所確保術。 4. 借金を返せ。派手な借金持ちよりもドケチな貧乏。 5. 情に訴えても能力は向上しない。 6. 1. 和義。無関係な人に親切にしてみる。 7. こいつに土下座させたって気が晴れるわけじゃない。 8. 悲劇の主人公はさらなる悲劇を呼ぶ。 9. 八つ当たりは居場所をなくす。 10. ぼっち上等。1. 友達に飢えていると足元を見られる。どんな友達でもいれば良いというものではない。今までも寂しくて人の輪に入ったのにさらに寂しくなった経験をしてきたのではないか。そんな自分を人付き合いが下手だからだと責める必要はないし、相手に合わせる必要もない。どんな方法をとってもどんな相手でもあなたが望む友情を誰も与えてくれない。なぜなら友情や愛情を与えてもらおう、仲良くしてもらおうというもらおう精神はあなたを卑屈に見せてしまうからだ。卑屈な人間と仲良くなりたい人はいない。グループに入りたいなら遅刻をしないなどの規則を守る程度で十分。別に愛想良くしなくても話を合わせなくてもグループには入れる。下手に出ると調子に乗られるし、話を合わせていると相手も勘違いしてしまう。例えば相手の趣味の話を取っかかりに仲良くしようとしても、あなたがその趣味にあまり興味がなければ知ったかぶりと陰口を叩かれる羽目になる。相手だって気の合う仲間が欲しくて趣味の話をしているのだから、実は興味がなかったなんてことになると傷つく。友達になりたい、みんなと距離を縮めたいという思いから行動しても逆効果なだけだ。老人が詐欺に引っかかりやすいのは寂しさにつけ込まれるからだという。寂しさ全開で友達作りに励んでいては好きだらけということだ。マルチ商法に引っかかったり他人の言いなりになるために友達が欲しいわけではないはずだ。人は天の弱だ。こっちが知らん顔していれば向こうから寄ってくる。それにこっちから必死でご機嫌を伺わないと入れないような閉鎖的な人間関係なら初めから関わらない方がいい。案外その内部では強烈なボスがいたり悪口や陰口が横行した陰険なグループかもしれない。あなたのように人間関係に疲れるタイプはグループに入った方が病んでしまう。無理に仲間を作っても無理はずっと続く。あなたの嫌いな向こうも疲れる。自分が無理をしていると感じたら潔く仲間関係から引き下がってしまおう。寂しん坊同士は危険がいっぱい。人間関係が増えてと思い込んでいる人は友達に飢えている人に引っかかりやすい。こういう人は友達は自分の分身もしくは一心同体ぐらいに考えている。だから少しでも反発を受けるとショックを受けたり怒ったりする。趣味も教養も行動力も全く違うにもかかわらず一緒にいれば満足、同じ行動をして満足という面倒くさい関係を作ろうとして最後は傷つけ合って終わってしまう。面倒くさい者同士がつるんでもろくなことはないので気をつけよう。
にこいつに嫌われても不都合はない。悪意を持ってあなたに対峙してくる人間がいる。人はなぜか悪意を持たれると怒らせることをしただろうか、失言をしてしまったか、相手の恋人とは知らずちょっかいを出したかなどなど理由を考えてしまものだ。きっとあなたが何かやらかしたんだろうが、相手が理由も言わず攻撃してくるのなら悩んでも仕方がない。理由を言わないところを見るときっと相手も取るに足らないことで怒っているという意識があるのだ。それは3ヶ月前にあなたが不用意に発した一言かもしれないし、日頃からあなたの箸の使い方が嫌だった場合もある。とにかく相手はあなたを嫌っているのだから仕方ない。誤解を解いて分かり合いたいという熱意があなたにあるなら、相手になぜそんな嫌な態度を取るのかと理由を聞けばいい。それが面倒なら距離を置けばいいのだ。あなたに嫌味を言ったり嫌がらせをしてまであなたとの付き合いを止めないのだから、その人はおかしな人なのだ。そんな人のことで悩む必要はない。集団でも同じだ。会社の中にも人の悪口や陰口、美味しい食事どころやパン屋で盛り上がっているグループがいたりするが、自分たちは派閥を作っているつもりが周りからは戦力外扱いされていたりする。だから彼らは仲間を作って自分の居場所作りをするのだ。嫌われ者の集まりに取り込まれないように、人間関係に悩む人は案外こういう戦力外グループに囲い込まれていたりする。また人間関係に悩んでいたからこそ仲間作りに必死になる。彼らは自分たちの価値をかなり高めに設定している。だからいじめや仲間外れごっこが相手に大きなダメージを与えると信じ込んでいる。ボスだかなんだかにいちいち機嫌を取らなければ仕事にならないなんてことはない。それはあなたが仕事を懸命にやっていればわかる。人の行動で物事を決める人は仕事なんてできない。そんな奴らに仲間外れにされるのは名誉なことだ。地味に面倒くさいかもしれないが関わらないようにするしかない。戦力外グループを冷ややかに見る方の立場に立ってほしい。三、掃除を済ませたか。掃除は究極の居場所確保術。自殺をしようと部屋の整理をして何もかも捨ててしまったら自殺する気が失せたという話をよく聞く。悩み相談のスペシャリストがどんなに悩みの解決法を話し合っても一向に解決しない家庭に家庭訪問に行ったらお屋敷だったという事例は多いと言っていた。気晴らしは地中海で泳ぐことなんて人は滅多にいない。一般人が自分のためにできる気晴らしなんて掃除ぐらいしかないのだ。部屋が綺麗だと居場所、陣地を得たような気分になる。自分の居場所があると他人の顔色を伺うのがバカバカしくなる。近所の人に不用品を押し付けられそうになってもいらないと言える。どうせ一人ぼっちなのだから部屋ぐらい綺麗にしよう。お部屋はコンプレックスになる。だから何かというとカッとなったり意地になったりしやすい。どうせ一人ぼっちなのだから自分だけの空間は快適にしておきたいものである。4、借金を返せ。派手な借金持ちよりドケチな貧乏。どんな立派な経歴でも優しい人でもイケメンでも金貸ししての一言でその人のイメージは地に落ちる。元気がよく愛想もよく華やかな人が実は借金まみれだったりする。自分の理想の生活を維持するために収入以上のことをやってしまっていれば借金は増えるばかりだ。金銭的に無理なお付き合いというのは必ず破綻する。あなたが築き上げているつもりの人間関係も借金の前には木っ端みじんに壊れてしまうのだ。あなたが借金をしてまで飲み会に参加していると知れば仲間ならば怒るはずだ。それでも怒らなければ仲間でも友達でもない。借金があるならば友達の結婚式にも行けなくてもいいのだ。返済し終わってからでも友達ならば会える。借金があると苦しいし辛いけれど向き合わずに借金を重ねて酒を飲んだり遊んだりしても苦しさは同じだ。借金で迷惑をかけている相手のことだけを考えた方がいい。金を貸してくれた友達、一緒に返そうと頑張ってくれる嫁や夫、本気で叱ってくれる家族など向き合う相手を間違ってはいけない。起業をしたり家や車を買うなど誰もが借金を抱える時がある。問題はその返済の仕方だ。節約に節約を重ねてローンを完済する人もいればローンを抱えているのにそれまでと変わらない生活を送ってしまう人もいる。しかし金がないと言いながらタバコも酒もやめないと聞けば人は不快に感じるものなのだ。みんな安心して生活したい。だから他人の借金返済の態度を見ている。金の話をしない。金の心配を終わらせる。それだけでも人間関係は戻ってくる。五条に訴えても能力は向上しない。人間関係に苦しむ人は仕事の内容より上司や同僚との付き合い方に悩んでいる。接待ゴルフに誘われないと悩んだり上司の趣味に触れてみたものの知識の浅さで余計に疎まれたりと悩みを増やしていく。
まず仕事に目を向けてみよう。雑談で活躍しても仕事ができなければ相手にされない。仕事とは全く関係ないことに頑張られても上司や同僚も困ってしまう。上司にも立場がある。あなたの性格がとてもよく気が合うやつだったところで、企画書がつまらなければ力になりようがない。面白くもない企画書を押すことはできないのだ。上司や同僚の機嫌を取るよりもどうすれば仕事ができるようになるかを考えた方がいい。情に訴えるとき、どうしても自虐ネタで自分に振り向いてもらおうとしてしまう。自分以外の人間がみんな恵まれていて上から目線であなたを見ていると思い込んでいるからだ。度が過ぎると自分で勝手にいじけてしまい、人の意見やアドバイスが素直に聞けなくなる。何を言われても責められているように感じ、あなたが本来考えなければならないスキルアップの方法まで聞き流してしまう。自虐ネタを吐いても誰も喜ばない。あなたが自分を傷つけているだけだ。下手に出たら調子に乗る人間は多い。機嫌の取りすぎには十分注意しよう。人間性重視という上司、人間的つながりを求めて飲みに誘ってばかりいる上司に困っているかもしれない。また人格攻撃をする上司もいるだろう。人間関係が苦手だと相手からの人格攻撃には過敏に反応してしまう。もちろんあなたがムッとしたり腹を立てたりすると角が立つ。いちいち腹を立てたり悲しそうに反応しなくてもいいのだ。嫌われていると感じるならそうなのかと受け入れていればいい。気を使ったり疲れを、またはやっつけてやろうとするから気づかれをする。人格攻撃はモラハラ、パワハラでもある。あまり旅が過ぎるようなら会話を録音して出るところに出たらいい。61日、和義。無関係の人に親切にしてみる。人間関係に悩んでいると自分に自信がなくなっていく。あなたが誰からも必要とされてないと思い込んでいるならば、その誰からもの誰を思い浮かべてほしい。きっと親兄弟や同僚や上司、近所の人などあなたが日頃から接している人たちだけのことではないか。生活圏を少しだけ広げてみたらいい。人はたくさんいる。街やオフィスを掃除している人にありがとうございますと言うだけでもいい。もちろんあなた自身が早朝に近所を掃除するのはもっといい。相手からありがとうと返されるだけでも励みになるし、自信を取り戻せる。エレベーターの乗り降りの時に開閉ボタンを押してやるだけでもありがとうと言ってくれる人もいる。親切に道具はいらない。簡単なことから始めて自尊心を取り戻そう。親切にされたらどんな小さな親切にもありがとうと言おう。誰にでもどんな時でもあなたが不快な思いを抱いている時でも言う。あなたの性格が良かろうと悪かろうと、それだけで世界が変わる。7、こいつに土下座させても気が晴れるわけじゃない。憎んでいる相手がいるかもしれない。それは親かもしれないし、中学校の時にいじめてきたやつかもしれないし、ひどい裏切りをしたやつかもしれない。恨みや憎しみを忘れるのは難しい。忘れる必要はないが、そいつに復讐を果たせる時は来ない。そもそも相手が反省するような人間ならあなたも長い間恨んだりしないはずだ。あなたが人間関係に自信がなくなったきっかけを作ったのはそいつらかもしれない。だがそんな人間たちのことをいつも考えて自分の人生を歪めるのはもったいない。それに被害者が加害者になってしまうこともある。元恋人にひどい捨てられ方をしても復讐しようと嫌がらせや付きまといをすれば逮捕されるのはあなただ。恨みを吹っ切る必要はない。時々怒ったり苦しんだりしたらいいのだ。それに忘れなければということに執着していると絶対に忘れられない。最近はカウンセリングも充実している。また同じ悩みを持つ人たちが集まったサークルだってある。一人で悩んで相手への復讐を妄想していても時間は待ってくれない。いずれ大人になり親になったりして自分の失敗を過去の苦しみのせいにはできなくなる。過去はもう終わったこと。あなたを傷つけた人間に土下座させてもあなたが傷ついた事実は変わらない。そもそも土下座させてもあなたは幸せにはならない。人から傷つけられてしまうと人に対して構えてしまう。何を言われても裏があるとか悪意を感じ取って警戒もするだろう。けれどもう大丈夫。これから出会う人はあなたを傷つけないし、あなたも深入りしないように気をつけるはずだ。あなたはもう大人だ。人を怖がるのをやめよう。恨まれていると自覚があるなら人の恨みは恐ろしい。それだけは覚えておかなければならない。恨まれることはしていないと思うならば今後自分から恨みを買うようなことはしないことだ。犯罪はもちろん立場が上だからといって仕事にかこつけていじめなんかしないように。8、悲劇の主人公はさらなる悲劇を呼ぶ。悲劇の主人公になって自分の話をしまくる人がいる。ぶっ倒れて救急搬送されている人にも乳がんの告知を受けた上に
夫が事業に失敗して呆然としている人にも、自分を主役にした悲劇を語りまくる。要するに相手の状況が全く見えてないのだ。どんなにかわいそうな自分を語ったところで、他人には関係のないこと。あなたは過去の苦労を乗り越えて今があるのだから、わざわざ過去をほじくり返す必要はない。もし今現在家族から DV を受けているとか、介護で大変なことになっているのなら、専門機関に相談し解決しなければならない。しかし悲劇の主人公ヒロインになっていると、解決策を提示されても聞こえないふりをする。だってでもでもを言いながら自分がいかにかわいそうなのかを話し続ける。若い時は自分だけに悩みを打ち明けてくれているなんて思って、あなたの話を聞いてくれる人もいるかもしれない。だが年を重ねていくと誰もが苦労を背負い込んでいく。そうなると悲劇のヒロイン気取りの人間は自己中で他人への思いやりがないだけとバレてしまう。自分を悲劇の主人公やヒロインに仕立て上げる人は人からの批判に弱い。批判を怒られると思っている場合も多い。自虐を語りまくるのは怒られたくないから、その前に言い訳をしているようなものだ。もしあなたが悲劇の主人公になって自分語りをしているならば、確実に嫌われている。不幸せアピールをしているとそれは現実になる。どんなに過去の話でも他人に話すことで今もその渦中にいるような錯覚を起こしてしまうのだ。だからいつまで経っても不幸から抜け出せないような気がしてくる。一度人に話すのをやめたらいい？たとえ占い師にも言わない。ぐっと我慢する。自分の不幸は押したくなったら自分をつねってみるのもいい。世の中には人を見下すのを生きがいとする人もいる。あなたの自虐ネタを真に受けてあなたを見下してバカにするのを楽しんだりする。もちろんあなたはバカにされるのではなく同情されたくて話しているのだから大いに傷つく。とはいえ同情されるのも惨めではないだろうか。惨めな扱いを受けるともっと傷つくはずだ。結局悲劇の自分だけとしても自分を傷つけてくれる人を求めているだけということになる。悲劇の主人公ヒロインと出会ってしまったら、このタイプは初対面から自分の苦境を語り出したりするので分かりやすい。しかし人間関係が苦手なタイプは逃げ切れない場合も多い。同情を買うのが好きな人間は時としてとんでもない裏切りをやらかす。かわいそうな自分は何をしても許されるからだ。とにかく一度でも長々と愚痴を聞かされたら逃げるべきだ。同情に振り回されないよう気をつけなければならない。旧奴あたりは居場所をなくす。辛いことや悲しいことがあると周囲に当たり散らす人がいる。なんで俺の苦境がわからないのかとばかりにため息を吐いたり苦悩したり、挙句に大声ではめいたりする。誰かが慰めてくれるのを待っているのかもしれないが、逆効果だ。自分の苦境には自分で立ち向かうしかない。その苦境の原因が分かっているなら相談する場所も分かるはず。サポートしてくれる人たちは必ずいる。しかし同僚や上司、近所の人や家族相手にため息を吐いたり声を荒らげても理解はしてもらえない。たとえ苦境を理解してもらえても助けてもらえるとは考えない方がいい。人はそれぞれ忙しいし、あなたのように苦境を分かってほしいと荒れ狂う人ばかりではない。一人で悩み突破口を探している人もいるのだ。不幸の大小を人と比べてはいけないが、自分だけが辛いと思い込んでいるのは子供のすることだ。あなたにとっての不幸が他人にとっては甘ったるいものだったりするし、逆にあなたも他人の不幸を聞いてもピンとこないかもしれない。自分が不幸だと思えば不幸だし、幸せだと思えば幸せなのだ。だからあなたの八つ当たりがどんなに同情できるようなことでも、人はあなたから去っていく。みんな自分のことで精一杯だ。あなたも自分のことを精一杯考えていこう。八つ当たりをされやすい人、人間関係が苦手なあなたは八つ当たり人間を放っておけない。八つ当たりをされながら私が何かしたかしらと考え込んでしまう。思い当たらないことで嫌味を言われたり無視をされたりするなら、そういう相手と付き合ってはいけない。人間関係が苦手だと相手からアクションがあると喜んでしまう。それが好意だろうと悪意だろうと反応してしまう。それを誰にでもそういう部分があると流すことができれば良いが、真面目に受け止めてしまうので苦悩が増えていく。人間関係には相手にしないという選択肢もある。付き合うばかりが人間関係ではないのだ。重ぼっち上等。友達作りは難しい。入社式の日に隣に座った人にどこに住んでいるかと聞いただけで詮索魔とあだ名をつけられた人がいる。その人からすればこれから同じ会社で働こうというのだから話しかけただけなのだが、どこに住んでるかを聞かれるのが何よりも嫌な人が相手だったわけだ。やはり初対面で相手の生活に踏み込んだ話題は避けるべきだ。世の中には趣味や仕事、結婚しているか子供がいるかなんてことも知らないまま付き合いが続く関係がある。
顔見知りになり、気も合うような雰囲気を感じると、一歩踏み込むタイミングを考えてしまったりするが、そもそも、そういうことを考えている段階ならば、踏み込まない方が無難だ。相手の過去と付き合うのではなく、これから関係を作っていけばいいのだ。新しい環境に入れば、誰でもぼっちだ。いちいち悲しんでも仕方がない。そもそも、友達作りよりやらなければならないことはたくさんあるはずだ。一人ぼっちを恐れなければ、焦ることもなくなる。一人ぼっちは、悪いことではない。気ままなものだ。ぼっちでも、人と交流はできる。挨拶をするだけで、気持ちは明るくなる。返事をしないのは、相手の問題。返事が返ってこなくても、あなたが悩んではいけない。友達が多そうに見えても、その人の心は孤独だったりする。おしゃべりで元気なおばあちゃんだって、一人で部屋にいるときに、お母さんと泣いていたりする。孤独とか寂しいという気持ちを他人と共有しない人もいるのだ。自分の人生なんて自分以外に興味はない。だから自分を大切にできるのは自分だけだ。自分を大切にすれば他人も大切にできる。まずは泣きたい時に泣ける。一人ぼっちを楽しもう。後書き。以前の私は友達がいなければならないという思い込みがあった。そのせいでスーパーのレジの行列に並んでいても後ろの人と話してみたいと考えたり、趣味の場でも趣味を楽しむより友達作りを主に考えたりしていた。また人間関係を良くしようと良い人になろうとしたことがある。けれど私が考える良い人というのが人の意見にノーを言わず他人の意見に流されることだった。そのせいで借金持ちや横暴な人たちとの縁ばかりになった時期があった。当時はその反動で身近な人たちに当たり散らしますます孤立していた。そんな経験からこのリストにあるようなことを自分に問いかけるようにした。焦りがなくなった分人間関係の悩みから解放された。そもそも人間関係で悩まない人がいる。そういう人にも嫌いな人もいるし悪口も言うし不満をぶちまけたりもする。性格がいいわけでもないし友達が多いわけでもない。彼らは苦手な人や嫌いな人がいるというだけで、そんな人たちとの関係で悩んだりはしていないのだ。他人の好意に振り回されない。これが基本の考え方だ。最後にもう一度本書の使い方を説明したい。本書に一通り目を通していただき、スイッチリストの意味を理解したら、あとは毎日リストを眺めてほしい。リストによってインストールされたものが、いざという時に自分を守るはずだ。人の気分に振り回されないために、ぜひ本書を使いこなしてもらいたい。そして自分の感情が一番大事なことを思い出してほしい。